本日はですね、久しぶりに来ましたよ。視聴者さんのノースフェイスの、コーディネートを紹介していきたいなと思います。ということで今回は春夏バージョン、例えば半袖の T シャツとか、ショーツとかっていうことでやっていきたいなと思うんですけども、いやお久しぶりです、皆さんご協力いただいてありがとうございます。ということで本日の流れとしてはですね、とにかく視聴者さんのコーデをバンバン紹介していきます。でその時に、こだわりのポイントとか身長とかね、確か教えていただいてたような気がしますので、そうですね、教えていただいてますので、それをね見ていただこうということで、まずは一人目からもう早速いきますね。こちらの一人目ズドンということで、こちらバーサタイルショーツの L サイズを履いてますと。これ僕履いてるのがバーサタイルショーツでちょっと見にくいんですけどもね、これと全く同じですね。179cm L サイズなんで、ちょうど僕と同じようなあのスタイルかなと思います。この方細いんでね、僕よりだいぶ体重軽いと思うんですけども、これはどこの大仏なんだっていうのはね、ちょっと不思議にはなったりしますけども、ちょっとこだわりのポイントいきましょう。昨年のコーデ、2021年のコーデですが、夏になったので、涼しさと動きやすさを重視しました。いつも動画拝見します。これからも応援していただいて、応援しますということで、ありがとうございます。おそらくこれ帽子もでシャツもこのシャツ着てるし、もう完璧にこのスタイルやったらこの方と一緒ですよね。でサンダルだけキーンなんですよね。サンダルはキーンなんかいと、そこのノースフェイス合わせへんのかいと思ったりはするんですけども、そういったことで1人目の方ありがとうございました。ではね、2人目の方いきたいなと思います。こちらゾーンということで、アイテムバーサタイルショーツ、あのショーツの方ね、パンツの方なんですけども、身長 170cm、サイズが M サイズということで、こだわりのポイント、半袖半ズボンはちょっと子供っぽくなるため、黒をあえて多めに持っていって大人っぽくしてるんですっていうことなんですが、背景が、食べっ子動物ビスケットということで、これ僕めちゃくちゃ好きなんですよね。このオフィスの下にもですね、袋で山ほど視聴者さんにもらったのがいっぱいあるんですけども、この方ね、それを知っていただいて、多分食べっ子動物のとこで撮ってるんかなと思うんですが、実は別日のね写真もあるんですよ。別日の写真だったらね、この朝倉未来食べっ子状態からワイルド和風兄ちゃんにちょっと変わるんですよね。これ見ていただきますと、ズドンということで、こちら T シャツです。ヒストリカルロゴ T ということで、こちら 170cm の L サイズで着用してます。こだわりポイント、大人っぽいスポーティーな格好を意識しましたということで、クド山っていうのかな、クド山にある雪村庵の、天ぷらそばおすすめですということで、いつも動画楽しみにさせていただいております。拓造さんをきっかけに脳性性アクテリクスにどんどんハマっています。彼女とのデートも拓造さんのデート Vlog を参考にさせてもらってますということで、ありがとうございます。ちなみに雪村庵ってどこにあるんでしょうか。これ和歌山県ですかね。意外とこれ関西の方やったということで、クド山ってこれ関西なんですね、和歌山の方ということで、ちょっとね僕も機会があれば行きたいなと思いますので、情報ありがとうございました。ではね、次の方行きたいなと思います。では次の方、こちらズドンということで、募集参加いたします。よろしくお願いします。SS のライクスタップメッシュティーということで、M サイズ 175cm で着用されているということで、バックプリントが気に入ったので、ビッグサイズで着るっていうよりかは、ジャストサイズで着るのが好きなので、よろしくお願いいたしますということで、見た感じのサイズ感もぴったりですよね。でロゴがちょっとノースフェイスには珍しく、こういったイラストのタイプのロゴになってるんですね。ノースフェイスって基本的にはこういうブランドロゴがね結構多かったりするんやけども、これはデザインのねロゴが入ってるということで、結構珍しいかなと思うんですが、後ろ姿が見る限りね、非常に綺麗な刈り上げをされているということで、服だけじゃなくてね、髪型も入れた状態で、これがコーデということになっておりますので、ありがとうございました。では次いきます。次がですね、テックラウンジカーディガン、これはね紹介したいなと思ってたんやけども、もうなかなか人気でなくなるんですよ。カーディガンとパンツのセットアップなんですけどもね、両方とも XL サイズ、身長 175cm で、こだわりのポイントは分かりにくいですけども、カーディガンとパンツがネイビーなんで、時計のバンドもネイビーで統一してますと。このカーディガンとパンツは適当に着てもいい感じに決まるので、おすすめですと。服に興味がなく、彼女がリカちゃん人形だった僕が拓造さんの動画を見て服に興味を持ち、ファッションを好きになりましたということで、これどう見ても服に興味ないような服の人じゃないんやけども、ちょっとリカちゃん人形のくだりはね思いっきりスルーさせていただこうと思いますので、ありがとうございました、コロッケさん。では次の方こちらということで、以前もね何度か紹介登場していただいてるんですけども、今回バーサタイルショーツの XL サイズ 182cm 70kg ということで、結構身長高いですよね。こだわりのポイントはね、バーサタイルショーツと同柄のノースフェイスのハットということなんで、同じブランドなので多分同じシーズンに買ったんでしょうけども、バーサタイルショーツね、これね、ちゃんとその後も追記してくれてるんやけども、もう現在はね取り扱いがないみたいなんですよ、この柄はね。だから数年前の柄やと思うんですけども、書いてますね、数年前の沖縄での1枚ですということで、多分これ旅行で行ったんやと思いますけども、これパッと見これ現地人ですけどね、思いっきり現地人なんやけども、非常にいい写真を送っていただきました。もう今となっては
ねこの人のパパになっておりますので、おそらくねこれねよく考えてほしいなと思うんですけども、娘さんがね大きくなって、こんな沖縄の野郎がね近づいてきたらどうしますかということで、多分ぶん殴ると思うんですけどもね、そういったちょっとチャラめの、一枚を送っていただきましたということで、ありがとうございます。では次の方行きたいなと思います。次の方がですね、釣りされる方ですね。エニータイムウィンドフーディーということで、カラーがニュートープで、サイズが M サイズ165センチ60キロということで、薄手で楽に羽織ることができます。軽くて持ち運びしやすいため毎年春には重宝してるんですと。でゴアテックスには及ばないんですけども、多少は水をね弾いてくれるので釣りの時に使っておりますと。でこれもちっちゃくなるんですかね、コンパクトに畳めるので、ちっちゃくなって熱くなったらカバンにいつでもぶち込んでるんですということで書いておりました。ありがとうございます。次の写真もあります。こちらバーサタイルショーツの変わった色っていうか派手めな色やな。赤のやつがポンペイアンレッドっていう名前で、オレンジの方がフレームオレンジっていう名前みたいです。165センチ65キロで S サイズ。卓造さんも何度も動画で紹介されてますので、あんまり説明は必要ないかなと思いますということで、ほんまにこのバーサタイルショーツね、皆さん履いてるけど絶対持ってない人は買うべきだと思います。でここまで言ってもね、うさんくさいでしょ、この画像言ったらうさんくさいでしょ。でもこんだけみんな履いてるからマジなんですよ。でねこのバーサタイルショーツはね、この方も書いてくれてるんだけど、サイズ感としてはあの S サイズ着用してるんだけども、座ったりとかこうしゃがんだりしても突っ張る感じがないのでね、履きやすいですということで、白のシンプルティに合わせるのが私の定番スタイルですということで、いただきました。ありがとうございます。では次の方行きたいなと思います。次の方こちらどうぞ。夫婦で出していただきました。タクトさんこんばんは。いつも夫と YouTube を見ては次これ欲しいとかあれ買おうとか言うでますということで、今回夫婦でね写真を応募させてもらったんですけど、お揃いでコンパクトジャケットを出します。でこのコンパクトジャケットって比較的こう劣化しないんですよね。だからこう持ってても長く持てるということで、夫の方が旦那さんがねメンズの M サイズ、奥さんはレディース L サイズということで、あとなんでかわからないけどおまけでねバルトロのコーディネートも送っていただきました。春夏のコーディネート皆さんくださいねって言ってるのにダウン送ってきとるやないかいということで、以前ねこの方もソロで送っていただいてるんですよ。でその時はね女の人一人やから、あ女性一人で見てくれてるんかなと思ったら、旦那さんおんのかいと、おるんやったら出てこんかいということなんですけども、出ていただいてありがとうございました。今後もね楽しく拝見させていただいてさせていただきますということで、次回ポップアップ東京で開催するときは水曜日でお願いしますということで、水曜日にポップアップしたらこの方かよさんって言うんやけど、かよさんしか来おへんのよ、あと誰も来おへんのよってことで、土日にさせてください。次もね、来年するかどうか分かりませんけど、ありがとうございました。では次の方いきます。次の方がですねこちらヌプシショーツ、あヌプシショーツありますね。サイズが M サイズで180センチ、僕よりちょっと大きいかな M サイズということで、こだわりのポイントはね、以前マウンテンパーカーも出していただいてたんですけども、マウンテンパーカーに引き続き2回目の参加ですと。で前回同様に3歳の娘に撮ってもらいました。目線を外して下を向く卓造さんがコーデの公式ですが、あえてカメラ直視で行かせていただきますということで、写真を見てみると確かにねこっちを見ていただいてますが、もう写真で人が真ん中に写る時代は終わりました。写真というのはですね、いかに隅に隅に人を写すかということで、もうこれパッと見たらね木がメインなんかなと、真ん中の木がメインなんかなと思ったりするんやけども、そういったことでね、2022年から写真というのはいかに隅に人を写すかというコンセプトでね撮ってもらったんかもしれないんですけども、そういったことでこだわりのポイントというのはですね、まあ、今回の講義自体も特に何もないんですけども、夏のパンツってこれ以外にもバギーズショーツとかノースの薄手のクライミングサマーショーツとか履いてるんですけど、 T シャツは MXP など高機能 T シャツを使って汗対策もしてシーンによって使い分けておりますと。じゃあ次の方いきます。次の方がですね、あめちゃくちゃいい写真ですね。ご家族で出てもらって、旦那さんはね T シャツとパンツが、ノースエースです、ヌプシティっていうのとデニムクライミングストレートパンツって、で両方とも M サイズで172センチで、やってますと。で娘さんも T シャツ着てて143センチかな、可愛らしいかなと思います。小学生ですよね多分ね。で奥さんがソフトシェルフーディージャケットを着てて M サイズで153センチ、こだわりのポイントはピースの1ということで、この辺でねピースしていただいておりますが、30超えたあたりぐらいからねどこでピースするか迷うんですね。僕も視聴者さんと撮るときにピースってこうやってピースするの、32でここはどうかなと思ったりするんやけど、若い時はこんなんしたりこんなんしたりこんなんしたりできるんやけども、30歳以上の写真の撮る時のポーズって決めてほしいですね。国で制定してくれる岸田総理とかがね、30以上は皆さんここでこういうポーズしなさいとかっていうのをね、あったら統一してくれたら嬉しいなと思うんですけど、そんなことでなんか旦那さんがね僕の動画をめっちゃ見てくれてるみたいで、毎日生き生きして水を得た魚のように
僕の動画を見てくれてるということで、茨城に来たら差し飲みしたいですということで、またぜひぜひよろしくお願いいたします。では次の方行きたいなと思います。次の方はですね、高さんこんばんは、コーデ参加させていただきます。クライムライトジャケットの M サイズ172センチということで、こだわりのポイント、アディダスの別注スニーカーとグラミチを合わせた休日アウトドアスタイルということで書いていただいております。確かにグラミチも入ってるね。これはスタンスミスな、スーパースターなのかな、スタンスミスかなとわからないんですけども、こういったアウトドアスタイルでね提供していただいております。これはおそらくね、僕と一緒の今年出たクライムライトじゃないかなと思ったりはするんですけども、ノースフェイスのね胸のロゴの白とスニーカーの白がねぴったり合っててね、非常にまとまったいい感じじゃないかなと思います。ありがとうございます。では次行きたいなと思います。はい、次の方はですね、東京のポップアップにも来ていただいた方で、どんな方やったかな。まずはちょっと身長165センチ、サイズが S サイズで、ノースフェイスの T シャツでパンツ、そしてサンダルと、トータルねノースフェイスみたいです。ではボディバッグもそうですね、オリオン使ってるから、見ていきましょう。おそらく全部のシーンでアルパインライト履いてるかなと思います。パンツね、そうなんですよね、アルパインライトって一回履き出したらもう止まらんくなるからね、ついついねどっか出かけるってなっても履いちゃうんですけど、嬉しいことにね最近はね僕が作った本革のボディバッグの方がねお気に入りですって言ってくれたんやけど、まあまあそれはコーデによってね、スポーティーやったらちょっとオリオンの方があったりするやろうし、これはおそらくね、まあデートかなんか奥さんとか彼女さんとデートでね撮ってもらったんかなと思うんですけども、満喫した休日ということでね、ありがとうございました。ではね次の方行きたいなと思います。次の方がですね、拓造さんの影響でノースフェイスからアークテリクスに移行しつつある35歳ですということで、少し前のウェアにアップした画像になりますが、よろしくお願いします。バーサタイルショーツのデニムバージョン、拓造さんの画像と同じものだと思います。そうですね、僕と多分一緒のやつですね、の XL サイズで、サッカーやってたんで腰回りが大きくて、まあ筋肉があるんでしょうね。パンツはねどのブランドでも大体大きいサイズをね購入されてるらしくて、あ、背が179あるからですね、なるほどなるほど。そんなに足見てる感じはね、どっちかって言ったら美脚な感じのね、ふくらはぎがモリッとしてるところがね良かったりするんかなと思うんですけど、そんなごつくは見えへんけども、まあそんなことになってますと。でこだわりポイント何ですかって言ったら、猫背でパンチラ危ういスタイルですということでね、我々の業者の方から言うとパンチラ危ういスタイルっていうよりかは、専門的な言い方すると、あのお稲荷の乱とかね、マグナムの争いとか、まあそういう言い方していただいたらいいんですけども、そんなことでね、おしゃれな写真ありがとうございました。ではですね次の方いきますということで、フーディーとキャップをつけてて176センチで M サイズですということで、撮影場所が三重県ですね。こだわりのポイントはモノトーンでシンプルにまとめてみました。靴は生まれて初めてオーダーした特別カラーのエアマックスですということで、今ナイキもねいろいろそうカスタムができると思うんで、それでやりはったということなんですが、実はね性格がちょっと内気な性格なんですけども、今回頑張って思い切ってね応募しましたということで、その勇気本当ありがとうございます。めちゃくちゃいい場所でねロケーションで撮ってもらってると思うんですけども、山もあってで海もあって、でこの背中後ろ姿めちゃくちゃ足綺麗やないかと、スラッとしてるやないかと。もう僕はねちょっと最近太ってきたんで、足こんな綺麗に出せないんですよ、ラインが。非常にね素晴らしい写真じゃないかなと思います。本当勇気振り絞ってもらってありがとうございました。では次の方行きたいなと思います。次の方はですねこちら、何回か、応募していただいてるんですけども、おしゃれさんですね、出ました TJ さんっていう方なんですけども、この方はね、どこかなと思うじゃないですか、どこにノースフェイスあんのかなと思ったら、これハットなんですね。そこを、ね、攻めてきたかと。でそれとショーツですね、ハットの名前はオッシャブルマウンテンブレイドハットっていう名前で、ショーツの名前はコットンオックスライトショートパンツっていう名前、全部聞いたことない、初めて聞いた。ハットはねフリーサイズで、パンツに関しては M サイズですと。で身長161センチで、こだわりのポイントは夏に子供とお出かけスタイル、夏コーデらしく麦わら帽子にショートパンツ、足元にはナイキのエアリフトで水場も遊べるようにということで、ありとあらゆるシーンを考えられたコーディネート、そしてこれで娘さんお子さんと一緒に遊ぶっていう、おしゃれすぎるやないか。でこの方はね夏の着こなしのちょっとポイントとして、半袖とかって特にこう腕周りが寂しくなるから、腕時計を大きめの存在感あるものにあえてちょっとしてますと。でそれ以外にもこうバッグとか、あと帽子とか、そう小物でちょっとアクセントをつけていくっていうことをポイントしてますということで、いつも確かねあんま顔見えてないけども、どんな顔してるのか気になりますよね。ありがとうございます。では次の方行きたいなと思います。ご無沙汰します。タクゾーチルドレンと言ってもらった三重の兄貴こと吉丸ですということで、以前ねくれましたね、ありがとうございます。ジャケットがねクライムライトジャケットで、黒の方がブラックで、赤の方がホライズンレッドっていうことで、黒は S サイズやねんけども赤は M サイズという、ちょっとサイズが若干違うんですよね。でパンツが
エイペックスフレックスパンツの S サイズを両方とも履いてるんかな。めちゃくちゃいかついですよね。これもタクゾーチルドレンですよね、完全にね。こだわりのポイントはね、プライベートではちょっとジャストに着たいので S サイズにしてるんですけど、まあ、仕事とかはやっぱ動きやすいように M サイズにしてるってことで、この仕事のフォークリフト乗ってる様子見てください。もうこれは完全に893なんですよね、あんまり大きい声では言ったらいけませんけども、893のスタイルしてるんですけども、多分喋ると優しい人なんでしょう。でも一見はね、ちょっと近寄り方ああいう感じの893かななんて思ったりするんですけどね、まあ、タクゾーチルドレンということで非常に優しい人なんでしょう。でインナーはね、タクゾーさんの T シャツ着てますってことで、ありがとうございますって、へえ嬉しいですね。また時計もめちゃくちゃ高そうな時計してるな、今アップで見たら。まあ一応確認だけしておきますけどね、893ではないですよね、違いますよね。それはね、違うかなと思うんですけども、ありがとうございました。そして次の方がですね、これ非常にうまい写真撮り方ですよね。なんかそういうちょっと空飛んでるように見えるような感じなんですけど、めっちゃうまいやんと思って見たんですけどね、平面やねんけども、それずれてるというね、非常に素晴らしい写真ありがとうございましたって言って終わったらね、おいおいおいってなっちゃうからちょっとまあ話しますけども、ノースフェイスの春夏コーデですと、よかったら写真使ってください、顔出して OK ですということでね、お父さん顔出てんけど、娘さん顔出てんけど、娘さん OK なのかいいんかな、わからないけども、シャツをね、ノースフェイスのシャツ着てます。ショートスリーブバックスクエアロゴティということで、178cm、僕と一緒 L サイズを着用してて、禁断の合わせをします。それが何かというと、上はノースフェイス、下パタゴニアというね、これ禁断の合わせって言ってるんやけども、僕もちょいちょいやりますよ。何も考えへんときたらたまたまそうなってるって結構あったりするんですけど、それをね、禁断の合わせっていうのを初めて知ったんやけども、そういった禁断の合わせしていただいてると。そして奥の次女の方かな、次女の方残念ちょっと足出ちゃってる、柱に乗ってるように見えるけど、足よーく見たらちょっと出ちゃってますので、まあ、この辺は可愛らしいかなと思うんですけどね、ありがとうございました。そして次の方がですね、はじめましてタクゾーさん、 YouTube 拝見しておりますということで、コーデ送りますということなんですが、まずジャケット、 T シャツ、パンツ等々全部がねノースフェイスで、ジャケットがベントメッシュフーディーで、シャツがスプラッシュウォーター T シャツで、パンツがフレキシブルアンクルパンツで、トートがエレクトラトート、全部名前覚えてません、もう言ったらもう忘れるような名前で、ジャケット L サイズ、 T シャツが M サイズ、パンツが L ということで、まあこだわりのポイントとしては、よく見るとノースフェイスっていうのがところ好きで、全てロゴと生地がね同色だから、こうロゴだけがこうやって白色とかじゃなくて、もう同じ色になってるので、こう目立たへんのがね好きなんですということで、デザイン性とかこうブランドロゴがあんま出てないんやけども、機能性とかその服のデザインで勝負してるっていう、その形とかでね勝負してるというか好きですというねお声をいただきました。では次の方いきたいなと思います。次の方がですね、タクゾーさんの YouTube 見始めからアウトドアブランドにドハマりして、すっかりノースフェイス、アークテリクス、パタゴニアの購入頻度が上がっておりますと。で今回の紹介はですね、バッグですね、バックパック、カビックっていうバッグで40リットルあるバッグなんですけど、172センチで、40リットルのバッグやったら結構やっぱでかいですよね。大人の方が持ってもちょっと大きいかなっていうような感じなんですけど、全身ブラックコーデになってて、でジャケットはアークテリクスらしいんですね、ゼータ SL で、パンツはパタゴニアのバギーズショーツというショーツなんですけども、やっぱ書いてますね、カビックはちょっと大きいので、土日はこれにキャンプチェアとかキャンプデスクとか、そのキャンプ用品を入れてって代々木公園に行ってピクニックをするって最高じゃないですか。でね、このガシガシ使った感じが出てるかなと思うんですけど、これでピクニックして、まあ、お弁当なんか食べて、でも火暮れてきたらほな帰ろうかー言って、またこん中入れて持って帰ると。いやー充実したね休日を送られてますよね。僕なんかほんま世話しないからね、もうそういうゆったりしたね生活を送りたいと思ってんだけども、まあ、なかなか送られへんくてね、ちょっと今度ね嫁にねこれ良かったでって言ってみようかなと思います。ありがとうございます。では次の方行きたいなと思います。次の方がですね、以前もね投稿していただいたみたいで、今回ショーツですね、バーサタイルショーツっていうショーツを履いてて、まあ僕も履いてるショーツですね、もうこれみんな履いてるから履いてくださいね、履いてて、でお子さんの方が T シャツね、ロゴT着てるらしいんですけど、お父さん170センチでサイズが M サイズのパンツ履いてる、でシンプルに白 T を合わせてるということみたいです。わざわざそんな目にとっていただいてありがとうございました。やっぱ子供にねこういうの着させるのって可愛いですよね、ほんまにね。非常にいい写真ありがとうございます。はい、ということでね、皆さんねコーディネートありがとうございました。皆さんそれぞれこだわりがあったりとかね、家族構成が違うかったりしますので、やっぱこういうの見てたらね面白いなと思いますので、また次回もねこういったコーデがあったら協力していただきたいなと思うんですが、一つ、まさかのお話があります。それ何かというとですね、以前僕
なんかショーコーデ紹介してる時にマルデコーヒーってどこ?とか言って調べたらなんか山梨かなんかやったんですよね。だから何知らん、長野かな、忘れて知らんなー言ってたらね、これ視聴者さんに日本一周してる時にマルデコーヒーのねコーヒー僕買ってるんですよっていう視聴者さんおったんですよ。でその方にこれいただきました。だからコーヒーこの中に入ってるんでね、この後飲んでいこうかなと思うんですけども、どうやらマルデコーヒーの店長さんオーナーさんにもなんか卓造っていう YouTuber がこう紹介してたよっていうことでね、なんか認識してあげてるみたいなんで、まだマルデコーヒーさんともズブズブでやっていきたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。ということで本日はですね、視聴者さんのコーディネートノースフェイスを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。